今日紹介するおもちゃはこちらです。画面にも入りきっていないんですけど、ゴジラのコンピューターウォーゲームというものがあったので、ちょっと紹介してみたいと思います。これはどんなゲームかっていうと、こういうマイコン判定機っていうので、遊ぶような感じだと思うんですけれども、一回も遊んだことはなく、すごい珍しいなと思って買っていました。ちょっと開けてみましょう。すいません。裏にですね、こういう、説明書きというか、ゲームの内容が書かれていたり、あとは遊び方なんかも書かれているので、この後ろが説明書のような形の役割もしているんでしょうかね。はい。では開けてみましょう。そんなに目星というか、わ、これが説明書ですね。うわー、すごい渋いです。お父様、お母様って書いてますね。はい。で、は難しそうというか、結構分厚いですね、説明書が。コマの動かし方だったり、は、こんなの子供ができるのかっていうぐらい、めちゃくちゃ細かく書いてますね。はい。すごい。あ、これはすごいな。制作ノートの、すごいな。こういうのも書かれてるんですね。はい、これで遊ぼうっていうような動画ではないので、中身だけちょっと確認していきたいと思います。まずこれがシートかな。よいしょ。うわー、すごいな。これは。これが、結構大きいんですよね。あ、ジオラマみたいな感じになっていて、かっこいいな、これ。あ、東京タワーありますね、東京タワー。警視庁、銀座。東京の、東京湾も描かれております。はい。はい。あ、なんだこれ。M&M って書いてますね。はい。わ、すごいぞ、これは。こういう、ちっちゃい、戦車隊。あとは、異星人基地とかですね。ヘリコプターとか、攻撃ヘリコプターなんかも、書いてますね。こういう付属しているパーツと、あとは、開けると、よいしょ。こんな感じになって、中にもう一つ箱が入ってますね。こういう内箱は素敵ですね。マッチ箱にチェックマーカーっていう、こういうガードを入れていたり、ターンマーカーとかです。これもきっと使うんでしょうね。あのゲームで。ちょっともう覚えてないというかですね。で、わ、芹沢博士チェックシートって書いてます。こんなカードが、あ、これも何かに使うでしょうね。カードはこの芹沢博士と、超音波発信機完成チェックシート、異星人基地チェックシートは、すごいなんかこだわってますね。あ、キングギドラ、やっと怪獣出てきました。キングギドラは、このカードだけでもすごいな。メカゴジラ、あ、ゴジラ。ゴジラ2って書いてますね。なんだ、2。で、ラドンチェックシート、モスラ。あ、ワンって、あ、そういうことですね。わー、かっこいいですね、ゴジラ、やっぱり。この、はい。こういうカードの、もういっぱい入ってました。そして、これが、
メインで使われる、よいしょ、機械なんでしょうね。入って、バンダイって書いていて、もう絶対動かないでしょうね、これは。電池を入れるところがあって、はい、もう、ボロボロに、はい、錆びちゃってますね、はい。これを使って、こう、押しながら、遊んでいって、よいしょ。そして、あ、これがマイコン判定機ってやつですね。で、こういう消しゴムの怪獣もあるので、これはちょっと今、ゆっくり紹介したいと思います。消しゴムというか怪獣はですね、まずは、はい、ラドンですね。ラドンが入っておりました。うん、こんな感じでですね、うん、肌色で、あ、すごい書いてます、ちゃんとラドンって書いてました。これが1体と、よいしょ。そして、はい、ゴジラです。うん、なんとも言えないこのレトロ感がたまらないですね。はい、でゴジラって書いていて、よいしょ。あとは、はい、モスラーが入っているのと、これはさすがに書いてないかな、書いてないですね。モスラと、そして、はい、キングギドラですね。うん、これは書いてますね。はい、でキングギドラに、本当は最後で、はい、メカゴジラですね。うん、これで、よいしょ、全部になってるんですけど、ちょっと箱の中にまだ多分紛れ込んでいた怪獣があるので、これも紹介します。はい、ちっちゃいこんなミニラがあったり、はい、これはキングシーサーでしょうかね。キングシーサーと、よいしょ、あとはですね、あ、ヘドラもいますね。わ、かっこいい、ヘドラ、ヘドラと、よいしょ。あとはバラゴン。うん。バラゴンに、はい。ガイガンですね。ガイガン、ポッピーって書いてますね。と、そして、こいつがなぜか入ってました。これはもう、カマキラスで、ああ、書いてます。すごい。カマギラスって言うんだ。カマキラスだと思ってました、僕。はい。こんなちょっと変な形の人形も入ってました。はい、全部をアップするとこんな感じになっていて、よいしょ、怪獣たちはこんな感じになってますね。はい。まあ、コンピューターというか、うん、なかなか、うん、レトロな、まあ、昔はこういうのが多分最新だったと思うんですけれども、何年くらいに出たんだろう。結構昔のゴジラだと思いますね。うん、特に僕はこれで遊んだ記憶もなければ、大人になってちょっと買ったので、中をなかなか開ける機会がなかったので、ちょっとどんなものが入っているか確認してみました。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。せばねー。